株式会社広島銀行は、広島県広島市中区に本店を置く地方銀行。通称、広銀。2018年2月まで使われた、旧本店広島県と広島市の指定金融機関である。広島県全域をはじめ、岡山県、愛媛県、山口県にも多くの店舗を展開。また、福岡県、兵庫県に2店舗を持つほか、松江市、大阪市、 名古屋市、東京都に店舗を有する。2018年以降、神谷町の本店は改築工事が行われ、竣工までの間は2016年に取得した旧、広島モールを仮本店としていたが、2021年5月6日の新店舗での営業開始に伴い、役割を終えた。新店舗は高さ約94メートルの高層ビルで、免震構造が採用されたほか 建物の四隅に自然換気を促すエコボイドが設置されている。当校の設立は1945年5月、広島県下の5行が統合した新井岳の芸ナ内銀行の発足に遡るが、その前種として1920年6月に発足した芸ナ内銀行の時代がある。さらにその源流は1897年に設立された第66銀行。 広島銀行及び両銀行それぞれの前身たる第66国立銀行第146国立銀行の2つの国立銀行の発足まで遡ることとなる。広島銀行が1979年に刊行した社種は創業100年史と題されており、第66国立銀行の設立をもって当行の創業としている。 以上の前身諸行の中でも特に、大正期の戦後強行を背景に、第66銀行、広島銀行を含む、県下7行が合同して発足した、ゲイソ内銀行は、昭和初期の金融強行、世界強行を背景に、1925年から1934年に、広島県及び、愛媛県の中小12の地方銀行を合併、買収して営業権を拡大し、 今日の広島銀行の基礎を築いた。1920年代から1930年代に、県下の銀行の整理統合が進められた結果、官能合併法に基づき、広島県農工銀行が日本官僚銀行に統合された1937年3月の時点で、県下に本店を置く銀行は、ゲイソイ銀行の他には、クレ銀行、ビナン銀行、サンジ銀行、 広島合同貯蓄銀行の4行を残すのみとなった。そして戦時期に入ると、一県一行政策のもと、大蔵省、日本銀行の圧線と仲介によって残る5行の合併が進められ、合併条件や新銀行の役員人事の決定は、すべて大蔵省に委ねられた。第二次世界大戦末期の1944年12月には5行による、 新銀行設立の覚書が交換され、翌1945年4月25日には、ゲイ・ソナエ銀行の新館合併が認可された。そして、4月27日の創立総会を経て5月1日に、新館合併、開業となったが、この時点での資本金は3070万円であり、本店には旧芸、旧ゲイ、ソナエ銀行の神谷町本店が当てられた。 これにより、県下に本店を置く、普通銀行は当行ただ一つに整理されることとなったが、美南地域の営業権について言えば、世界恐慌期にこの地を本拠地とするいくつかの銀行が、最終的には、岡山市に本店を置く、中国銀行の発足に向かう動きに合流していた、ため、美南銀行を継承する軽粗内銀行と、中国銀行の支店網が入り組む地域となった。 発足間もない芸ソ内銀行にとって、最初の試練となったのが1945年8月6日の原爆投下である。これによって、本、支店16店舗のうち、市内中心部に所在する本店及び塚本町支店、横町支店など8店舗が全焼し、被爆時の在籍職員432名の1、3に及ぶ144名が死亡するなど、大きな犠牲を払った。 犠牲者の中には朝8時半から本店で予定されていた月曜日の定例朝礼に出ようと早朝出勤していたり、あるいは出勤する途中であった職員や職域国民義勇隊として過去町に所在していた県庁付近で建物疎開作業をしていた約60名の職員が多く含まれると推測される。爆心地から260メートルの位置にあった。 神谷町の本店は、外形は残ったものの爆風によって、屋根を押し下げられるとともに、直後に発生した火災が10日になるまで収まらず、内部は全焼し、勤務していた20名が犠牲となった。鎮火後、本店に残された多くの遺体は、性別も判断できない状態であった。爆心地から480メートルの使い本町支店も、わずかに、 玄関アーチと外壁の一部だけを残して壊滅し、この火をもって、同支店は廃止された。爆心地から 1.76km の京橋支店も、外形は残ったもの内部が全焼したため、支店は工人町に移転され、店舗としては廃止された。また、東警察署として接収されていた旧下柳町支店は、爆心地から 1.2km の距離にあって、 必死の消火作業で火災は食い止められたため、翌8月7日から臨時の県庁として使用された。被爆2日後の8月8日午前10時、当校は橋本東取一家25名が集まり、袋町の日本銀行を広島支店に仮営業所を設けて営業を再開、無通帳、無印鑑のまま支払い業務を開始した。そして廃線後の9月20日には、 本店での執務を再開し、10月9日には営業部も本店に復帰した。支払い業務は大ね公員の記憶に基づいて行われたが、さほど大きなトラブルは生じなかったという。イオニア式列中で知られる RC 作り5階建て、地下1階の初代本店は1949年4月に始まる復旧工事によって改修された。そして、 被爆後周年の1950年8月6日、ゲイ・ソナエ銀行は平和都市広島の知名度を生かすべく、広島銀行と称号を変更した。1961年に投稿が、広島証券取引所上場を果たした翌年、被爆建造物である本店の建て替えが開始され、1965年2月に、地上9階、地下2階、延べ床面積、 約2万9000平方メートルの新店舗が竣工した。その3年後の1868年には、創業90年を迎えて、本店屋上に、広島銀行物庫社慰霊碑が建立された。1971年の当初、大小資料第一部への上場を経て、1973年には、本店に新館が増築された。1974年以降、 前天のオンラインシステムが整備しされ、1978年には創業100周年を記念して、当校の所蔵品による広島美術館が開館した。さらに、創業110周年である1988年には、現在の広島銀行へ称号変更。この際、ロゴマークもアルファベットの H をモチーフとした原稿のものに改めた。近年では、 福岡銀行との共同開発による共同利用型機関システムの稼働や、トマト銀行、IY バンク銀行、ローソン ATME ネットとの ATM、CD 総合提携、宇都宮証券との合弁による、広銀宇都宮証券の設立、千葉銀行など、大手地銀休業との地域再生、活性化ネットワークに関する協定書の締結など、他銀行との提携の動きも進められている。 また、2005年4月に女性職員の制服を一度は廃止したが、2007年7月に復活している。二代目本店ビルの耐震化工事がなされたが、2010年代に入って築50年を経過し、老朽化が進んだために改築が決定され、先日の通り本店が2018年2月までに西カニアの仮店舗に移転した後、 同年4月から建て替え工事が行われた。2021年3月には新本店ビルが竣工し、5月には営業開始が予定されている。なお、旧店舗では屋上に設置されていた慰霊碑は、改築を機に新店舗の1階に移設し、説明板を付設して広く公開する予定である。先日したように1920年6月の芸。 ソえ銀行の発足から1945年5月のゲイソナ銀行発足に至るまで頻繁に多行の統合が繰り返された結果、広島銀行はその前身であるゲイソナ銀行、ゲイソナ銀行時代に直接統合された銀行に限定しただけでも24行に及ぶ前身銀行を持つこととなった。以下にその24行の一覧を示すについては統合時の市町存名とした。 ゲイソナエ銀行に統合されたものゲイ、ソナエ銀行に統合されたもの。ありがとうございます。